ビートシャッフルは1998年10月から毎週金曜日に FMNAC5 で放送されているラジオ番組。大アルシェ5階にある CD ショップ HMV 大アルシェ店にあるスタジオアルシュから公開性放送を実施。スタジオアルシュで公開性放送が行われる番組の中では唯一毎週の放送で番組観覧整理券の応募が必要な番組である。 毎年12月翌年2月までの19時17分頃には、n a c ブゲレンデウェザーも挿入されている。V ロック完全攻略プログラムとして、浅井博明が80分間の生放送を行っている。ゲストによっては、放送前後に h m v オミやアールシェ店にて、インストアイベントが行われる場合がある。他にも、月曜日から木曜日の、きらめきミュージックスター、キラスタ 土曜日のヒッツ・ザ・タウン日曜日のカメレオンパーティーがスタジオある市からの公開性放送を実施していたが2020年3月以降は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止中ビートシャッフル f m ナック5 7 9 5メガヘルツハットなお途中の19時20分頃にファイ5トラフィック19時58分頃から2分程度時報スポットが入る ありがとうございます。